ああ、呼吸が乱れているぞ、慎一郎。演武に集中しろ。葵先輩に少しでも近づきたくて努力してきたのに、道場の後継ぎに指名されるぐらいの実力者の先輩には追いつけるわけもなく。ここまでにしよう。怪我でもされたら困るからな。すみません、俺の努力は無駄だったんだろうか。慎一郎、少し相談に乗ってもらえるか。俺なんかが先輩の役に立てるとは思いませんけど。幼馴染のお前じゃないとダメなんだ。すみません。気をつけてくれ。近頃父の代わりに指導すること。何か言ったか。あ、いや何も。慎一郎、様子がおかしいぞ。ほっといてください。ハレンチだ。すみません、手が滑ってしまって。どなってすまない。私も不注意だったな。これ式のことでうろたえてしまうなんて本当に情けないな。先輩、これぐらい耐えられるようにならないと、いつまでたっても男性恐怖症を克服なんてできないですよ。そうなのだが、提案があるんですけど。なんだ。準備できましたよ。準備って、なぜ目隠しをする必要があるのだ。そうなのか。じゃあ行きますよ。うん、頼む。先輩、違うんです。つい魔が差してしまって、やましい気持ちはなかったんです。昨日のこと怒っていますよね。うん、怒っていない。え、知っているぞ、慎一郎がどれほど努力を重ねてきたか。だから努力が無駄だったなんて悲しいことは言わないでくれ。葵先輩、いつか先輩の隣に並べるように。ああ、信じているぞ。後ろ向きで歩いてみたら、意外と広がってるかもよ。腕の一部でしかない君、私は方法は残されていないのか。たく、一体何をしているのですか。誰だ。またあなたですか。水泳部部長の鳴海くん。君は風紀委員のクロエさん。どうしてここに。風紀委員としては、その手を離してください。それだけは。趣味の範疇で収まるなら誰も文句は言いません。しかし、あなたは練習中、女子をいやらしい目でずっと見ていますよね。風紀委員に毎日クレームが来ているんです。だから競泳水着と一緒になろうと。もしかしてこれを着て練習に参加するつもりだったのですか。はい。このままでは水泳部に在籍させるわけにはいきません。競泳水着のことは忘れて部活に専念してください。競泳水着を忘れるぐらいだったら、そもそも水泳部に入部なんてしていませんよ。いました。不本意ではありますが、あなたの熱意を私が受け止めるしかなさそうですね。なるみくんは自分の世界に入ると何も見えなくなるんですから。昨日だった。違うんだ、あんなことするつもりはなかったんだ。全然説得力ありませんけど。風紀委員の務めですから。
おはよう。おはようございます。彼女は高島しぐれ先輩、よし探偵で学園会長、おまけにスポーツ万能で水泳部のエースなんだけど。あ、やっぱり昨日のあれは現実。大丈夫？大丈夫です。僕誰にも言いませんから。本当に？チカ、いやメロディ最高。こうでもしないと私が信用できないんだよね。黙っててくれるんならギブアンドテイクってことで。ちなみに今のは私のファーストキスね。え？ねえ、今更になっちゃったけど、君名前は？北小松です。なんかさ、みんなの期待に応えるのってすごくプレッシャーなわけなの。え？ずっといい子してるともう一人の私が言うのよ。でもよかった。見られたのが北小松くんで。また明日ね。水泳の大会、スピーチコンテスト、学祭の準備、各部予算会議、各種資料作成、ボランティア学習。なんなのこの尋常じゃない忙しさは。したい、したい、したい、したい。思わず来てしまった。思い出の教室。もうおしまい。そうなんですね。先輩。先輩。もう限界。おとなしくしなさい。終わった。気持ちよかったけど、お花畑が見えた。さて、じゃあ次はデザートといきますか。でも満足って。別腹別腹。ラメラメ言わない。You're not into it. I'm not into it. I already know the game and I've been through it. See, all of it when they try to get into it. Even though they know I really ain't into it. You're not into it. I'm not into it. I'm not into it.